7月17日水曜日ニューズオップエイドアンカーの町田彩香ですそしてアシスタントは小林敦樹です本日のゲストは経済ジャーナリストの須田慎一郎さん解説委員は元毎日新聞政治部編集委員の平林武夫さんですよろしくお願いします、はい、お願いしますよろしくお願いしますホルメズ海峡で緊張が高まっています それででは3つ目のニュースです。ホルムズ海峡の有志連合について岩屋防衛大臣自衛隊派遣は考えていないということでホルムズ海峡で日本企業が運営する担架が攻撃を受けたりまた今回のパ,パナマ戦績の件もありますがそもそもこうなぜホルムズ海峡で緊張が高まってるんですかね。 うん、あのこれはもう言うまでもなくね、えー、イラン VS、例えばサウジアラビアであるとか、あるいはクウェートっていうね、えー、そういう構造が出てきている、まあ、それも取りも直さず、えー、本質的にはイラン VS アメリカ、イスラエルっていうね、えー、この対立構図が出てきている、それはもう,言う,、まもうあのね、イランに対する核合意からですね、アメリカが離脱したっていうのが一つのきっかけになってますよね、ただね、これ、大問題なのはね、これ、いわゆる 防衛大臣自衛隊派遣は考えていない、まあ、その前後の文脈もあるんでしょうけれども、あのー、確かにね、今の日本の安全保障法制からすると、派遣できる、きちんとこれを派遣できるような、えー、法律がないんですよ、えー、一番、まあ、派遣する可能性が高いというのは、えー、海賊対処法なんだけれども、えー、海賊対処法というのは、えー、そ不特定というか、えー、存在が明らかじゃない海賊に対処する法。うん で法律であって、軍事攻撃に、えー、これを対処する法律ではないから、まあ、海賊対処法では対応できないだろうなつまり話し元に戻すと、今の安全保障法制の中には、えー、例えば自衛隊を派遣する、えー、法律がありませんよと、まあ、そのことを考えて、えー、自衛隊派遣は考えていないと言ってるんだけども、でこれ、その一方でね、さっきちょっとご指摘あったように、日本のタンカーが攻撃を受けたんですよ、でそれどうするんですかと。 えー、日本の原油の85%は、えー、ホルムズ海峡を通ってやってくるわけですよね。で、そうするとじゃあ日本のタンカーは日本は守らないけれども、どっか他の国が守ってくださいねとするのかどうなのか。今日本というのはそういった意味でね、相当その、えー、厳しい問題を突きつけられているんだろうと思います。そしてもう一点はですね、えー、このことに関連するんだけれども、あの先だってね、えー、トランプ大統領が、えー、例えば、えー、ブルンバーグが報道したように日米安保条 安全保障条約を破棄するとか、ね、あるいはその安保についてもう一回やり直すとかっていう話が 出てきてきますよねそれはどういうことかっていうと、例えばアメリカ、日本が攻撃された場合は、アメリカにはそれに対処すると、アメリカは第三次世界大戦を戦う用意がある、ただ、アメリカが攻撃された場合は、日本はそれをしなくてもいいんだ、日本人はソニーのテレビでそれを見ていくことができる、そういう発言をテレビのね、まあ、電話インタビューでしたわけですよね、であの問題っていうのと,と、この問題っていうのは、リンクしてるんですよ。 でどういうことかというとです、ね、これ、ぜひ覚えておいていただきたいんだけども、トランプ大統領がよく使う言葉ばで、まあ、一番よく知られているのはグレートなんだけども、で私がです、ね、トランプ大統領発言をずーっとトレースしていった中で,で、それに続いてよく使うというのは、オブソリートっていうね、言葉を、単語をよく使うんですよ。でこのオブソリートってどういう意味かというと、まあ、あの古臭いとかね、時代遅れのと。 そういうい単語なんですね,形容詞なんですねで何に対してオブソリートって言ってるのかというと日米安全保障条約そして NATO、ね、こういったものに対してオブソリートだどうしてこれが古臭いのかというとこれはですねこれもよく使う単語なん単語というか熟語なんだけども「take advantage of」っていうね、えー、トランプ大統領がよく使う熟語があってこれは何を意味するかというとアメリカは利用されてるだけだ利用されてると。 ど,どこに利用されてるんだ、えー、それはヨーロッパ諸国、日本に、ね、というようなセンテンスでよく使うんですね、でそうするとね、これね、おそらくね、トランプさんは近い将来、日米安保条約を、えー、こう見直すようなね、そういう行動に出てくるんではないかなおそらく再選を果たした段階では、それを日本に対して突きつけてくる可能性が高いんですよ。 でまあ、そういった意味でどういうことが言えるかというと、やっぱり日本のタンカーが攻撃されてるんだから、日本が守りなさいよ、アメリカも協力するけれども、というような位置づけでこれを考えていかないと、ねえーまあ、今までのように、日本のタンカーが攻撃されました、でも外国の皆さん、守ってくださいねっていうことではもう済まないような状況、だからかつてね、イラン・イラク戦争が起こったときに、これをみんな覚えてらっしゃること多いのかなあの、日本が取り残されちゃったんですよ、イラン国内に。 どころか自衛隊を派遣することができない、じゃあ、日本人どうやって救出したのかというと、トルコが救出してくれるというねかもの、ものすごく大きく恥ずかしい失態を犯したわけですよね、じゃあ今回どうするのか、もう助け誰も助けてくれませんよ、日本はきちんと自分で自分のことをやりなさいよと,となったときに、じゃあ今の安全保障法制でいいのか、あるいは今の憲法でいいのかというところがね。 今後問われてくるんじゃないかなと。そういった意味で言うと、この有志連合の問題というのは、おそらく参議院選挙が終わった後にね。相当大きな問題として浮上してくるだろうなと思いますね。はい、平林先生いかがですか？うん、そうですね。本当に今からどんな状況になっても、まあ,あ対応できるような頭のトレーニングだけはですね。しとく必要があると思いますよね。ただまあ、法的根拠がないのに、もちろん自衛隊出せないのはこれは当然の話ですからね。 まあさっき菅さんはあの海賊対処法のことをですねおっしゃりましたけれども、海上警備活動というのがあってね、これはまあ自衛隊法に基づいてえ出せるわけですけれども、しかしこれはあくまでも守るのは日本の船籍だけなんですよね。ですからまあ有志連合みたいな形で,で、ほ他の国と一緒にやるっていうね、ときには。 日本の自衛隊、仮に出したとしても、じゃあ、日本の戦績しか守らないのかと、他の国が攻撃されても、それじゃあ見てるだけなのかということで、かえって批判がね、高まるということにもなりかねないので、まあ、なかなかこの海上警備活動も現実には難しいということで、しかし、実際ね、現実がこういう現実があるわけですから、まあ、本当にどうにしたらいいのか。 新法、まあ、を作るんであればです、ね、でこの参院選終わった後の秋の臨時国会で、新法も考えるというね、まあ、そういう、まあ、あのいろんな現実の対応にです、ね、お、えー、ことを考えて、今まさに頭の体操をしておく必要があるだろうし、まあ、あの防衛省なんかは当然やってると思いますよね、でまあ、岩井さんがこの時点でああいうふうに言うのは、これはもうある、ある意味、当然な話っていうかな、まあ仕方ない話で。 これ、法律、出せる根拠法がないわけですから、安全法制でもこれは難しいわけですよね、あの日本の存立が根底から危うくなるような時代でもまだなってないわけですからね、ですから、まあ、いろんなことを想定して考えていく必要があるということでしょうね、今ね。 そうですねこの攻撃された日本企業が運営するタンカーの船籍はパ,パナマ船籍なんですってなのでその日本企業が運営してるけどその船の船籍はパナマにあるっていうところもまたそのどういうふうに守っていくのかっていうところをまあ難しくしている要因一つの要因になりうるのかなというふうに思いました。